質問コーナーやっていきまーす。この度、はい、タレントになったんですけど、はい、はい、聞いてます。一人一人ちょっとご感想というか、マーキーがタレントになった件について、件について、これから、はい、舞台も見に来てくれましたからね。どう思ったかが、率直なやつでいいんだよね。率直なやつで取り繕わないと。特になし一発目かな。いつもなんか授業とかでさ、アンケートってあるじゃん、特になしってわかる。3の5ね、わ、うん、かるわかる、アンケートあるもんね、うん、じゃあ舞台見に来てくれたしね、ベタ褒めだったもんね。そうですね、いいんじゃないでしょうかね。お、うまい。事務所の名前をちゃんと使ってるありがとうございます。社長も大喜び。全然そういうつもりじゃなかったんですけどあ、米粒の顔の社長がなんか、でもね、なんかいい意味で入るんじゃないかなっていう。確かにそれはあるね、うん、一風ね、変わってたから、うん、収まるべきところに収まったんではないでしょうかっていう感想をいただきましたね。よかった。じゃあ、はい、すごい昔から知ってるからね、中学の時から知ってるからねなんだ、恥ずかしいまあ、なんだろう、あれでしょ、俳優の傍ら一応 YouTube、 YouTube もやるって事務所にやってもらいたいってことで、うん、いやいやってことじゃん。いやいやじゃない、いやいやじゃないんだ。いやいやじゃ、いやいやだったら俺わざわざこんな服着て やってない。バイメイブラザーズだ。イエーイ。まあでも YouTuber と俳優って全然違うと思うから。違うね、違う。まあなんかどっちもやってて、どっちつかずになってほしくないなって。あ、そうね、いうのどっちも全力でやりたいね。だから、まあそうだね、どっちも全力で頑張ってほしいです。やりたい。はい、一番知ってるからね。いやでもか、そうね、ほぼ取られてるんだよな。まあでもやっぱ初めて会ったのはやっぱ13の時だよね。そうだね、やっぱお互いね、まあ、初めて会って、初めて会ったね、そうだね。まあ、最初はそんなにやっぱりその、うん、いい印象をもしかしたら抱いてなかったかもしれない。記憶確かではないけど、うん、でもやっぱね、こうやって今でもやっぱりネットで繋がってて、まだ出会いやと遊んでるっていうのがすごい。だすごいね、だって宮崎だもんね。そう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 、全然もう全然本当に全然違うところにいて、うん、マーキュリーがそのタレントなりたいっていう夢があるんだったらさ、うん、俺は全力でやってほしいよ。まあでも、うん、途中で諦めんなよ。明日今日よりも好きになれる。俺だって諦めたくねえよ、本気でやるんだったら。だからお前らに一番最初に伝えたいなって思ってたし、なんなら一番最初に俺は伝えたつもりだし、一番最初に相談したつもり、うん、だから、うん、応援してもらいたい、本気で。でもさ、うん、お前が思ってるよりも甘い世界じゃねえんだよ。いや、それは分かってるよ、俺が一番分かってるよ。まあ、なんか一番最初さ、マーキュリーが YouTube やるって聞いた時さ、わぁ、うん、一番最初さ、YouTube やりたいって言った時さ、やりたいって言った時、マーキュリーは、うん、一体何がやりたいんだろう、一番最初に率直に思ったの。ああ、YouTube やりたい、 YouTube やりたいのか、俳優やりたいのか、あ、そうだ、どっちなんだろうと思ったんだけど、そうだ、でもなんだろう、舞台とかもちゃんとやってて、しっかりやってるね。で、なんか、うち来るじゃん、うち来ると、ね、まあ、毎回編集とかもしてて、あ、そうだね、しっかり、まあ、どっちも全力でやってるから、やってるやってる。お前はお前の夢を愛しいなっていうのはすげえ思って。お前は嫌すぎたよ、うぅそんなこと、高橋、質問コーナー一枠でこんな頑張ってやってんのに、お前は何も思わねえのか。なんなんか映画とか、映画とかに出てほしいよね。あ、わかる、なんだ、映画も出るよ、頑張って。バラエティとかさ、バラエティも出るよ俺。まあでもさ、お前は何にでも全力になれるから、うん、俺いけると思うんだよね。いけると思う、頑張るよ。でもね、ここでやっぱ証明してほしい、うん、だから今から全力で何かのモノマネをしてほしい。りくん、好きな動物言って。ピクシーママセット、もっともっと全力ででもやっぱり、うん、うん、俺マーキュリーには、うん、失ってた、うん、数年間のブランクを、ブランクある、取り戻してほしいから。そうだね、ひとまず1年ブランクがあるしな。 YouTuber クイズしたいなって思って。チューパークイズ、ね、確かにな、なんでユーチューバークイズやりたいなって思って。やりたいな、全力だよ、来いよどんどん。アバンティーズの、うん、現在の、うん、登録者を、うん、一の桁までしっかり当ててくれ、うん、
全然面白くないよそれ。でも俺は全力で当てに行くよ。行くぞ、下から行ってやる。8。違います。言ったはいい、 M 君の対応力に俺は驚く。でもよ、みんなが思ってるよこれ、この動画、うん、どう荒らすんだよ。俺もう眠いんだよ。うん、終わらせてくれ、終わらせてくれって終わらせるのが一番難しいんだよな YouTube って。終わらせてくれ。でも俺は本気だよ。俺は YouTube も頑張るよ。もちろん俳優としても頑張る。だからさ、最後キスして終わろうぜ。大将ベーロチュー、ベーロチュー。どっちがそのディープキスうまいかっていう、これからどんな女優さんとキスするかもわかんない、どういう案件来るかもわかんないし。好きだ。あれあれ、俺は本気だよ。昨日の動画がこちら、そしてチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。俺これ本当に男とキスの一番無理なんだよね。